マスター東です。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は、なんと1月の10日の、月曜日の成人式ですね。皆さん成人式を、迎えられた方おめでとうございます。私も、41年前ですね、沖縄県の宜野湾市の金子に住んでましたので、まあ、お友達は、まあ、ふるさと波照間島において成人式を挙げるお友達も、まあ、10名ぐらい、ほとんど同級生36名ですけど、ほとんどそれぞれの、まあ、本土また沖縄に、おられて、それぞれの、地区で成人式を挙げたと思います。私も今日、まあ、7月10日、成人式の時のことを思い出します。私もマクドナルドでアルバイト してましたので、魔法と息子ではありませんので、まあ、親の、まあ、私欲がなくて、まあ、自分で生きていくという、まあ、イエス様を信じる前でしたので、まあ、その当時、オープニングですね、朝のマクドナルドで、まあ、フリーターですね、アルバイトしていましたので、その当時、一緒にアルバイトしてた先輩から背広とネクタイを借りて出席した、そういう、まあ、いい思い出か苦い思い出かありますね。まあ、そういうことで、前置きが長くなりましたけど、一言お祈りいたします。天の父なる神様、マスターとの聖書メッセージの時間となりました。まあ、肩の力抜いてコーヒーを飲んで、まあ、ざっくばらん、まあ、余談を交えての、聖書のメッセージ、ほぼ聖書を読んでの応答にまたに過ぎませんけど、あなたが私に、サムエルじゃないですけど主を語りください。私は、まあ、しもべが聞きますということで、あなたの御言葉に対して私がどう生きるか、まあ、前回、育った教会においては牧師先生から、御言葉に従い歩むその道筋はということで、パウロやバルナバ、そして、近代、宣教の、まあ、宣教師ですね、初めての、インドに行かれたイギリス人のウィリアム・キャリーのさんのお話をこの聖書を通して熱く語っていきました。感謝いたします。まあ、大きくなりましたけどお祈りいたします。天の父の神様、このものをまた阿蘇がお届けします。聖書メッセージ、初めから終わりまで導いてください。お下げします賛美、また祈り、御言葉の時、黙想の時、神様が導いてください。栄光と誉れと主に帰してこの者の思いと口唇を整えて、お下げします。賛美、御言葉の時、すべてを栄光と誉れを主に帰して始めあたり、私たちの、救い主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。まあ、黙想ですね。はい、もう、今回、まあ、普段はなかなかレジメを、まあ、恥ずかしいですけど、いつも最近礼拝の振り返り、また学びの振り返りで、礼拝していますけど、まだまだ幼稚な段階ですけど、その、まあ、今日の御言葉じゃありませんけど、訓練をして、まあ、きちんとしたレジメ、まあ、を作成したいと思っています。まあ、恥さらしいですけど、まあ、そういうことで、頑張っていきたいと思います。まあ、コーヒーを飲みながら喉が渇きますね。はい、まあ、1時、もう1時過ぎてますね。今日は成人式の日で、まあ、こちらは、まあ、まあ、穏やかというか、少し、朝方は天気良かったですね。少し曇ってきましたけど、また日が差してきました。感謝いたします。まあ、コーヒーですね。賛美を、まあ、決めてます。もう、まあ、決めた賛美を歌いましょうね。はい、まあ、そういうことで、賛美。まあ、主題が、まあ、長くなりました。今日の聖書の箇所は、テモテの手紙第1の4章ですね。その箇所から、主題は第一テモテの手紙第1の4章の15節、これらの務めに、心を砕きしっかり、やりなさい。そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。テモテの手紙の第1の4章の15節、まあ、自己啓発でなくて、これらの務めに心を砕き、しっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。はい、皆さんも年が明けましたですね。新たな年に向けて、まあ、いろいろと課題、また目標を立てた方々もあるかもわかりません。私もまた私の、まあ、
夫婦、また家庭においては、イザヤ書43章の4節、私には あなたは私の目には高価で尊い、私はあなたを愛しているという、まあ、成功を掲げて、まあ、いろいろと、まあ、それぞれ取り組む課題に、頑張っている、なかなかまあ、疲れを覚えて、できない、まあ、その課題ですね。主に、聖書の通読、1年間でこの聖書を読むという、まあ、チャレンジにしています。はい、もう公にしましたけど、なかなか1年間通してこの聖書を完全に読むというのは、まあ、そのなかなか厳しいものがありますけど、1年間通して、まあ、できる時できない時、またまとめて読む時も、まあ、現実にありますけど、こういうことで、まあ、しっかりやりなさいということで、今日の御言葉からお知らせさせていきたいと思います。まあ、お気が長いですね。はい、では早速、賛美をいたします。ちょっと喉が、まあ、今日はそういうことで、まあ、賛美は恵みの成長ということで、ますます恵みに、成長していきたいと思います。聖歌の589番、恵みの高きねですね。はい、少し、物音がしましたけど、ちょっとびっくりしましたけど、はい、まあ、これは、まあ、ほとんど、まあ、ノーカットで言ってますので、これも感謝いたします。聖歌の589番ですね。聖歌の589番なかなか紐解きませんけど、聖歌の589番、恵みの高きね、4分の3ですね。詩編の61編の、これは、2節で、AV で、我を導き、さらに高き岩に登らせたまえ、英語の方が、I am pressing of the award way ですね。4分の3で、普通ですね。はい、ちょっと長々となってますけど、では行きます。聖歌の589番、恵みの高きね、3、はい、恵みの高きね、日々目あ目あてに、祈りつ歌いつ、我は昇りゆかん、光と清きと平和に満ちたる、恵みの高きね、我に踏ましめよ、恐れのあるちになどかはとどまらん、疑惑の雲は早く下に踏まん、光と清きと平和に満ちたる、恵みの高きね、我に踏ましめよ、さぎりの彼方に甘つ日輝く、浮世を後にし、なおも昇りゆかん、光と清きと平和に満ちたる、恵みの高きね、我に踏ましめよ、険しき坂をもすぐなる岩をも、満たすけあるみはついに登りきらん、光と清きと平和に満ちたる、恵みの高きね、我に踏ましめよ。はい、感謝いたします。聖歌の589番、恵みの高きねでした。感謝いたします。私は、一神と一クリスチャン、一教会員ですね。まあ、フルタイムの伝道師、伝道者じゃないですけど、若い頃憧れましたけど、進学校に行くことを、見ましたけど、現実41年間進学校に行く道は違う道でしたので、御言葉にもあります、私の思いは神様の、あなたの思いは神様の思いとは異なるということを、まあ、この御言葉を感謝いたします。まあ、1週間、
旧約、新約、それぞれの箇所一章ずつから、御言葉に目を留めて、それから、どういう応答するか、どうお話しするかを、訓練としてますけど、今日は、1月10日で成人式ですね。テモテ、パウルにとっては青年、テモテ、我が子よということで、この第一ですね、第二はもうパウロが、もう先がないということで、そういう述べてますけど、第一のテモテ、テモテは、テモテはパウロにとってはとてもかけがえのない、霊的な子供ですね。そういうことで今日の主題、これの務めに、手元ですね、心を砕き、しっかりやりなさい。そうすれば、あなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。ということで、早速、本題に入っていきたいと思います。この、最初の箇所から、手元の手紙、第1の4章を見ていきたいと思います。では、お読みいたします。テモテの手紙第一の4章。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ信仰から離れるようになります。それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは良心が麻痺しており、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし、食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようにと神が作られたものです。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき、捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りとによって清められるからです。これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたはキリストイエスの立派な奉仕者になります。信仰の言葉とあなたが従ってきた良い教えの言葉とによって養われているからです。俗悪で、愚にもつかぬ空想話を避けなさい。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値する言葉です。私たちはそのために老し、また苦心しているのです。それは全ての人々、ことに信じる人々の救い主である、生ける神に望みを置いているからです。これらのことを命じ、また教えなさい。年が若いからといって、誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい。長老たちに夜安心を受けた時、予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。これらの務めに心を砕き、しっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。あくまでそれを続けなさい。そうすれば、自分自身をもまたあなたの教えを聞く人たちをも救うことになります。感謝いたします。テモテの手紙第一の4章、この13節がありますね。12節からパウロは手元に言っています。年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい。これらのことをもうまとめ、これらのだから19節、15節で今日の主題ですけど、これらの務めに心を砕き、しっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。感謝いたします。今有名な大谷選手、
まあ教会において前回、まあベテランの先生からまあ第5回目でしたけど、まあ劣等感についてでしたけど、その大谷選手をまあ高校時代育てた花巻東高校、まあ、育て花巻、育てた佐々木洋先生が朝日新聞のインタビューで、まあ、大谷選手も偉大で嬉しいけど、もう野球部でしたけど学業の方に才能がある、二浪して東京大学に受かったことが嬉しいということで、そういう3日目、それぞれの賜物をに熱心に頑張ること、大谷選手も今日よりも明日ということで、パウロも手元に対してこの、彼の若いけど賜物で、あって神様に信仰、その信仰は、まあ、パウロのことが述べてますね、ちょっと述べて手元の信仰ですね、書いてありますね。それは、第二手もてかな、第二手もてのここに書いてありますね。手もての信仰、まあ第二、手もての手紙の第二の一章の、三節に書いてありますね。私は、あなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにもやっていることを私は確信しています。まあそういうことで、テモテは祖母またお母さんの信仰を継承するものとなりました。若い時から生まれる体内の時からその信仰の恵み、それを見たパウロは、テモテを見たパウロは自分の霊的な子供として、その訓練また励まし、その福音宣教、またエピソードではパウロと共に3年間共に過ごしました。そういう道路者としてまた霊的な子供としてまた一回の牧会者として任しました。そういうことで今日のこのパウロは手元に、その今日の私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに宣伝しなさい、これのことを務めに心を砕きしっかりやりなさい、そうすればあなたの信仰は全ての人に明らかになるでしょうということで、示させていただきたいと思います。まあ、応答ですね。はい、まあこの聖書箇所のについてのま学びをま一旦、お祈りして閉じさせていきます。天の父なる神様、あなたのこの聖書のまパウロが手元に、命じたその聖書の朗読と教えとその歩み、ま私たちの集う教会の牧師先生が御言葉にして従うその道筋、そのこれらのだから含めてこれらの務めに心を砕きしっかりやりなさい、そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。神様、この御言葉を感謝いたします。この御言葉の時を感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、感謝いたします。はい、ではまた、賛美を持ってちょっと、ザックバランにこの御言葉をと、また十分自身の、その思い余談を話していきたいと思います。では、賛美一曲お捧げいたします。恵みの、成長から、590番を選んでみました。救い主イエスと私も救い主イエスと共に歩む生活、恵みの生活に、預かりたいと思います。まあ、
590番まあ、救い主イエスと、新命記の8章の2節ですね。何時の神、何時をして荒野の道を歩ましめたまえり。オールザウェイ、まあ、セーバーレッドミーですね。4分の3。では行きます。聖歌の590番、救い主イエスと。3。はい。救い主イエスと共に行く身は、乏しきことなく恐れもあらじ。イエスは安きもて心たわらせ、物事すべてを良きになしたも、物事すべてを良きになしたも。坂道に強き御手を差し伸べ、心みの時は恵みを保う。弱き我が玉の乾く折しも、目の前の岩は裂けて水湧く。目の前の岩は裂けて水湧く。いかに道見てる恵みなるかや、約束しませる家に帰らば。我が玉は歌は力の限り、君に守られて今日まで来ぬと、君に守られて今日まで来ぬと。感謝いたします。聖歌の590番救い主イエスとでした。感謝いたします。少し黙想じゃないですけど、続いて、後半のまとめに入っていきたいと思います。はい、コーヒーを飲んで一息ついていきたいと思います。この今日の御言葉ですね、これらの務めに心を砕き、しっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。まあ、精神論じゃないですけど、少し余談に始めますけど、まあ、YouTube を私は大好きですので、まあ、かつての野球選手で、エナス選手ですね、まあ、そういう、12球の阪神、まあ、広島カープですが、まあ、優勝に導いた時のそういう、まあ、練習を、まあ、今は、まあ、その、ある程度投げ込みですね、肩のということで、今と昔は違いますけど、そういう、何百球、投げて、またピッチャーなら球を投げて、シャドウですかね、いろいろと、まあ、そういう訓練して、バッターなら振って、そういう、しっかりやりなさい、まあ、そうすれば、まあ、そういうことで、まあ、体が覚えていくということで、私信仰も、御言葉を読んで、その御言葉が私の体心に染み付く。感謝いたします。私自身も、まあ、訓練として、もう声を出して、なかなか毎日、その課題としてますけど、大変ですね。疲れを覚えて声が出ない、どうしても気持ちが乗らない。でもまあ、そういうことを課題として、まあ、40年間、まあ、私が声を出して読むのになったのはまだ、結婚してから、まあ、東京のお仕事の関係で、千葉に行った時に、そこの会社が取っていた東京新聞にそういうコラムがあって、声を出して朗読するのはいいですよということを読んで、じゃあ私も聖書を声を出して読もうかということから、それまでは、目を通して目視をしていましたけど、声を出して読む時といたしました。なかなか読むことどうしても力が入ってきますね。まあ私事ですけど、前回のもう、まあ、そのもうだいぶ、経ちますけど、牧師先生に今日の
最初の御言葉を司会者が読み出しますけど、まあ、とても良かったということで褒めていただきまして、まあ、びっくりしましたけど、でも、その訓練の証ですね、私は分かりませんけど、少し肩の力を抜いて、まあ、自分自身が今までの、まあ、訓練として、声を出してしていますので、その流れから、読んだのが、まあ、牧師先生にとってはとても良いということで、お褒めの言葉をいただきましたけど、まあ、そういうふうに、私はしっかりやりなさい、まあ、辛いですね、時にはできない時はあります。また本当に悲しいことに、まあ、あるデボーションの作家が、私は年頭の初めに目標を立てますけど、それがついにできなくなって、まあ、年の終わりにはそれがなかったかのようになるようにっていうのが現実かも分かりませんけど、今日の御言葉、この、これらの務めに心を砕き、しっかりやりなさい、そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。どうかこの御言葉を、また私自身、お尻を叩かれたように、これによって神様に背中を押されたように、しっかりやりなさい、そうすれば、あなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。もう一回言います。これらの務めに心を砕き、まあ、それぞれの応じた課題があるかも分かりませんけど、皆さんしっかりやりなさい、それすればあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。もう浪人生、私自身も勉強あまりしなかった、まあ、予備校に真面目に通いましたけど、なかなかその勉強の仕方がうまくいかない、しっかりやりなさい、そうすれば、でもそのもがきながら、その自分には能力はなりませんでしたけど、神様に出会う、その誠の神様を知る幸い、またその2年目はアルバイトして汗水かいて自分の、働いたお金で、生活をするという、そういう訓練を受けました。1年間、まあ、大きな自動車バイクの免許を取る時にはまとまったお金は、一番上のお姉さんに、長々と手紙を書いて、そのバイクの免許を取る受講料ですね、を工面した思いがあります。まあ、そういうことで訓練、その、1年間予備校に行って、まあ、辛い時期、またいろんな自分の罪を示されたこともたくさんあります。自分の限界を知りました。そういうことを、また2年目は、まあ、1年目は近くの大学に集う国際、亡くなりましたけど、まあ、52歳亡くなりましたけど、兄の、が近くのゲノワガネコの九州国、沖縄国際大学の4回生でしたので、その1年目の予備校の時は、1年間、兄と共に過ごした幸いの時を感謝いたします。また2年目は一人で、沖縄のマキミラトのマクドナルドでアルバイトした、その2年間、そのことによって、予備校でいただいたギデオン教会の聖書のが私のその恵みに幸いに預かる時となりました。皆さん、この聖書を感謝いたします。最後にお祈りいたします。天の父の神様、あなたの皆を賛美いたします。今日のメッセージ主題、皆さんそれぞれ、ある程度それぞれ今年、まあ、自己啓発に近い恵み課題を抱えているかも分かりません。1年間これらの務めに心を砕き、また長年されている方もおられるかも分かりません。しっかりやりなさい、そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。皆さんの上に、まあ、厳しいコロナ禍ですけど、まだ第6波オミクロンと言われてますけど、オミクロンですね、言われてますけど、皆さんの上に高な神様の祝福がありますようにお祈りいたします。このマッサー後の聖書メッセージ、を心を感謝いたします。感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。30分近くなりましたけど、また皆さんの上に神様の豊かな祝福がありますようにお祈りします。また次回のマッサー後の聖書メッセージでお会いいたします。皆さん成人式を迎えて、皆さん、この配信は3日後になりますけど、水曜日になりますけど、
おめでとうございます。皆さんの家に豊かな人生、幸い、神様の恵みがありますようにお祈りいたします。マスターとでした。See you again. Let's passion praise you. Shalom. Bye.